はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっとジャイアンツの問題ではないんですけど、少しね、高校野球の問題について触れさせていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、実際僕今アメリカにいまして、少しね、日本の高校野球っていうのを今年は見れなかったんですけども、まあ SNS 等でですね、滋賀学園の応援についてなんか結構回ってきたというかね、情報が入ってきたんで、まあそれについて僕の見解をお話ししたいなっていうふうに思ってます。で、まあ皆さんもね、もうどういうことが起きたかっていうのはね、知ってらっしゃるとは思うんですが、まあ改めて振り返りますと、まあ滋賀学園がね、まあ甲子園に出場して、まあ応援団のね、方が、応援団の選手が、まあすごくこう、まあ振り付けであったりとか、まあ声であったりとかっていうところで非常にこう、選手たちをね、ベンチに入ってる選手たちを鼓舞してたというようなところで、まあその SNS 上でですね、なんかその、この3年間が、なんかその、この踊るためにやってたんかとかな。なんかこう、これを親が見たら、すごい悲しむとかね、私だったらそんなんできないとかね、なんかそういった声が、なんかあって、まあ少しなんかこう炎上したっていうような形だとは思うんですけども、まあね、はっきり言うと、まあ言葉選ばずに言うと、まあ、おかしいなっていうかね、その意見が、はっきり言うとね、まあいろんな意見あるんで、僕は、その人がね、考えることなんで、まあ、一つ一つね、まあ尊重されるべきだとは思うんですが、まあその意見に関して、まあ少しね、僕の中で腹が立ったというか、おかしいんじゃないかっていうふうなところがあったんで、ちょっとね、この話題、ちょっと、タイムリーではないですし、ちょっと遅れてるとは思うんですけども、ちょっと取り上げさせていただこうかなって思ったんですね。で、やっぱり、やりたいこととか、絶対できるか、わからないし。で、その応援団の方もですね、まあ、ベンチに入りたいと思って、精一杯ね、2年半野球をやってきて、甲子園を目指してきて、やってきたわけですけども、まあ、残念ですけども、まあ、ベンチに入れなくてっていうところだったと思うんです。で、一番悔しいのは本人だと思うし、まあ、それをね、ガイ、お前踊るために、やってたんちゃうかとか、なんかそんなんを言うのは、もうちゃんじゃらおかしいし、一番悔しいの本人なんですね。うん、で、僕、すごく高校野球とか、まあ大学野球とか、まあその他の、スポーツでもそうですけども、なんかチームスポーツとかって、すごいいいなって思うことがあって、それってまあ、例えば礼儀が正しくなったりとか、チームの協調性というかね、が、養われたりとか、まあいろいろあると思うんですけども、僕その一つの中に、自分がやりたくないこととか、自分がこう、なんて言うんだろう、嫌だなって思ったことも、やらなければいけない状況があるっていうのは、僕チームスポーツのすごくいいことだなっていうふうに思ってるんですよ。で、一見それを聞くと、いや自分のやりたいことやった方がいいやんとか、っていう風にね、言う人もいると思いますと。で、ここ最近のこの、まあ、風潮的に言うとね、なんかこう、自分のやりたいことができないんで会社辞めますとか、なんかこう自分の、夢がこうあって、それに、全然最短距離で行けてないから、なんかちょっとこうキャリアを変えますとかっていうのが多いと思うんですよ。若い人って特にね。だけども、先ほど言ったようにチームスポーツ、まあ野球、僕は野球やってきましたから、野球で例えるとですね、まあ、先ほどの滋賀学園の応援団長の方のようにですね、なんかこう、本当にこう、先発出場して、ね、自分が活躍して甲子園に行きたいっていうのはあったと思うんですけども、それが叶わずね、まあスタンドで応援することになってしまって、普通だったらですよ。普通だったらふてくされて、あいつらの応援なんかできないよって思うのって、まあ普通だと思うんですよ。普通というか、まあ、多少なりともそういうふうに思ってしまうことって多分人ってあると思うんですけども、そこをですね、まあ、押し殺してじゃないけども、じゃあ、もう僕はベンチに入れないんだから、まあ応援という形で、自分が今できる最大限の形でチームに貢献しようっていうところで、まあ振り付けであったりとか、大きな声を出したりとか、味方を鼓舞したりとかしてるわけなんで、
実際それって、まあ僕はまあね、まだまだ、若くて、まあお前、若造が何言ってんねんって、思われる方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱり、全部が全部ね、社会に出たりとか、野球じゃなくて、人生の経験上ね、全部が全部、うまいこといくっていう人もいない、なかなかいないと思いますし、自分のやりたくないことをね、精一杯やるっていう経験を、まあ、学生時代であったりとか、社会人になるまでにね、そういった経験をしてるっていうのは、すごく大きな財産かなというふうに思いますし、実際プロ野球に入って、で、まあ、一軍に行ってスーパースターになってっていうところも、みんな目指してるとは思うんですよ。ジャイアンツの選手もね。ただ、まあ僕もそうです。僕はもう道半ばで、クビになりましたし、実際、4番でエースだった、アマチュア時代ね、そういった選手がたくさん集まってきてるんだけども、でも、その集まった中でまたね、例えばつなぎ役の選手であったりとか、サポートする選手であったりとか、っていうところにまたは振り分けられていくというかね、ふるいにかけられるっていうところがあるので、どの世界に行っても、どのレベルに行っても、そうやってね、自分が思い通りに、すべて行くかって言われたら、そうではないのかなっていうふうに思うので、そういった意味でも、その滋賀学園の、まあ、スタンドの方ですよね。すごく、自分の今を受け入れて、自分が今できるチームに貢献できる最大限のことができてるというふうに思うので、僕は、それを批判するっていうのは、マジでおかしいなっていうふうに思うし、ね、実際、まあ、批判されてる、した方もね、SNS 上で批判した方も、まあ、普段ね、ストレス溜まってたりとかね、いろいろこう、もしかしたら、学生時代とか、大人になるまでに、そうやって本当に熱中して、何か、一つの物事でもいいので、取り組んで来られなかった、からかもしれないですけども、でも実際、全員が全員、夢を叶えてるかといったらそうでもないし、自分が本当にやりたかった仕事を今できてますかって聞かれた時に、本当に心から、はいっていうふうに言える人の方が僕は少ないのかなというふうに思うので、そういったところで、批判されることではないし、逆に称賛されるべきことだと思いますしね。うん、まあ、ただちょっとそのね、まあ気持ちはわからなくもないんですけども、でも、その、結果が出なかったとはいえね、結果というかね、そのベンチ入りが叶わなかったんですけど、でもそれ、その今を受け入れてね、最大限やれてるというその姿勢っていうのは、まあ、僕も含めてね、大人というか、社会人の方も見習うべきところはすごくあるんじゃないかなというふうに思うし、むしろ、ああいう場面でね、ちょっとしらけてるというか、ちょっとこう、なんかこう、そんな応援できねえよみたいな感じで、やってる方が逆にちょっとこう、浮いてしまうというか恥ずかしいと思いますし、逆にこう振り切ってね、あんだけこう、ね、可愛らしい踊りというか、キレキレの踊りをね、できるっていうのは、割り切ってる証拠、開き直ってる証拠だと思うし、そういう、まあ、ちょっと、適切かわからないですけど、バカになれるというかね、開き直れるとか、なんて言うんだろう、思い切ってやれるっていうところって、すごく大事なのかなというふうに思うし、ああいう経験っていうのは、彼らにね、すごく、彼らの人生にはすごく大きな出来事だと思いますし、これからね、なんかその応援団長の方はその救命救急士とかね、そういう方かな、ちょっとすいません、間違ったら申し訳ないですけども、そういった方に進みたいっていうね、風にね、言ってるっていうのは聞いたんで、まあああいう風にね、自分が嫌だなって思ったことも頑張れる彼らはね、どの世界に行っても頑張れるのかなっていうふうに思うので、ぜひね、まあ、今日はちょっとジャイアンツの話題ではないですけども、まあいろいろね、SNS 上でいろんな議論ありますけども、まあ、まあ別に間違ってる、合ってるとかは正直ないですが、まあ人の意見なんでね。でも、まあ今日のこの高校野球の話題に関してはですね、僕も経験したことがありますし、なんかそれはおかしいんじゃないかな。うん、それはちょっとこう、的外れてるんじゃないか。逆にそっちの方が、そう思ってる方が恥ずかしいんじゃないかなっていうふうに思って、今日ね、ちょっと高校野球もね、もう、僕の、出身校というか、出身校じゃないわ、出身地の、まあ、京都国際がね、優勝しましたけども、ちょっと、
タイムリーな話題ではないですけども、今日は高校野球を取り上げさせていただきました。はい、そんな感じですね。まあ、ジャイアンツ情報をね、主に、発信していきたいとは思ってるんですが、まあ、たまにはね、そういう、社会問題であったりとか、まあ、野球以外の問題ももしかしたら取り上げるかもしれないので、まあ、僕がそこまでの知見だったりとか、意見が、ね、ないかもしれないけども、なんかこう、この問題については言いたいなっていうふうに思ったことに関しては、ちょっとお話ししていきたいなとは思ってるんで、で、ぜひね、まあ、ちょっとタイムリーではないので、皆さんね、もう、お前遅いやろって思うかもしれないけども、ぜひね、意見がありましたら、コメント欄で教えていただきたいですし、皆さんのね、学生時代の経験であったりとか、なんか悲しい出来事とかね、うまくいかなかった出来事なんかもね、シェアしていただけるとね、すごくこう、僕もね、嬉しいですし、僕もなんかこう、パーソナル的なね、パーソナリティ的なね、ところも、お話していきたいなとは思ってるので、ぜひね、皆さんの、まあそういった経験もね、コメント欄でシェアしていただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。